本日の第1試合シングルマッチ15分一本勝負を行います。赤コーナー180センチ90キロ、後藤博之です。一体どんなファイトを見せるんでしょうか。青コーナー186センチ102キロ、山本直文。ここは意地でも負けられません。山本直文です。さて小田さん、はい、後藤がですね、我々のこの放送初見参という形になりました、ね、はい、非常に評判がいいんですが、おっと、はい、いいですね、はい、先輩後輩なんですね、はい、まあ、リングに上がれば関係ないですからね、そんなに勢いがないと、あ、ちょっとこれ、はい、軽い脳震とこうしますね、ですね、はい、ちょっとした油断があったのか山本。さあドロップキック、バネがあります、後藤であります。さあ今度はどうか、早い勝負に出たのか、もう一発ドロップキック、これも素晴らしい。さあ今度はどうする後藤。さあ場外に送り出していきました。追うか後藤です。さあ小手さん、はい、まず後藤が先制攻撃、いかがでしょう、はい、いいです。あの、もう通路入っちゃってるからね、はい、もう勝負入ってるんですよ、うん、ですから油断する方が悪いんですよ。なるほど、はい、確かにゴングならなきゃいけないっていう部分もありますけど、はい、違いますね。うーん、隙を見せるなということですね。そういうことですよ。さあ攻め込んでいるのは後輩の後藤に当たります。実は小鉄さん、この2人は実質同期なんですが、はい、後藤が一度怪我でですね、そうです、はい、ですから、まあ、1年後輩という形になってしまいましたけれども、はい、後藤としてもやはり早く追いつかなきゃいけないというのはひしひしとこれ感じますね。感じますね。ですからこの練習のね、はい、量ですね、練習量もね、後藤は多いですよ。あ、そうですか、はい、さあ非常に注目されるこの後藤。さあ、おっと今度は張り手、ちょっと浅かったか、山本であります。下手ですね、張り手がね、スピードがないということ以外にもありますか。僕はショートなんですよね、スパッといかなきゃいけないのに、はい、相手がですね、顔を持ってるんですからね、はい、逃げるわけないんですからね、そこを戦うんですよ。ああいう滑るような、やっぱりそんなにただ技術がないっていうんですかね。あ、なるほどね。さあその山本が今度はどうか、ロープを使って、おっとスライディングキック、スライディングキックを見せました。さあここから今度はどうする。さあブランチャーを見せるか、ブランチャーを見せました山本です。いち早くリングの中に入りました。ちょっと違うんですね、もっと攻めなきゃいけませんか。構えなきゃいけないです、あ、構える、なるほど。うろうろしてんだっていうか、あ、上がってきたら蹴るようなのをね、はい、構えを見せなきゃいけないのに、そういうものがないですね。要するに戦う姿勢じゃないんですよ。あ、なるほどね。僕は若い選手に、ね、はい、特に僕は、ね、きついこと言いますけどね、これは彼たちの、ね、将来のためですからね。そうですよね、はい、さあ投げに行った山本、今度は体を裏返しましてキャメルクラッチの体勢に取りました。この辺りの技の流れという意味ではどうなんでしょう、山本は。そうですね、はい、単発すぎるんですね、流れがないんですか。流れがないですね、一つのテーマでもあります。流れがないということは相手にチャンスを与えてしまうということですよ。そうですね、チャンスを与えちゃいけないんですよ、さあその辺りが一つポイントとなってくるかもしれません。今度はどうか、エルボーで返していったん後藤です。ダウン、体型的にはジュニアヘビーのこの後藤です。さあロープに送り出していく、もう一度ドロップキック、なかなかバネがあっていいですね。バネがあってもいいですけどね、はい、多分後藤はですね、今のところですね、飛び切りが主なんですね、はい、ですからここでもう何回もやってるでしょ。3発目ですね、こういう時に出さなければいけないですね。あ、ちょっと多発しすぎてますか。すね、まあ、これはもう致し方ない部分ありますけどね、まだやって12、3戦ですからね、はい。さあ今度は片足を取りました。ボストンクラブの体勢、肩逆エビ固めの体勢に入りました。小田さん、これは足首は決まってませんね。足首は決まってません、膝とももです、はい、腰ですね、さあしかし反りは今反り効きましたから、そうですね、余計大体ですね、また先のような体勢にもなっております。リングの中央のあたり、後藤の攻め、捉える山本。さあ懸命のこの表情、後藤です。山本はね、はい、苦しいですからね、はい、体をね、端に持っていってるんですよ。端に持っていったら余計なんですよね、体がねじれるような感じですよね。そうですね、はい、さあ今度は膝十字の体勢です。そして今度はアンクルに取ります、後藤博之です。
さあどうか。後藤は国士舘の出身でしたか。国士舘です。最後国士舘です。さあどうか。ここで今度はさあ体をねじってようやくロープエスケープ。やや構成なのが後藤です。本日のオープニングマッチ15分の一本勝負今行われております。さあ蹴りを一発、そして今度はどうか。正面を向かせ、そしてエルボーだ。エルボーにはエルボーで返しという。エルボー3発打ちました。そして今度はどうか。もう一発エルボーです。さあおこちにかかります。髪の毛をつかんだ。ロープでの攻防だ。ドロップキック、先ほどのお返しだ。さあそして今度は両足を取りましてステップオーバーすることができるか。体をねじり、今ステップオーバーです。逆エビの体勢を取りました。さあ腰を十分に落としていって、さあプッシュアップの要領で後藤立ち上がります。やや苦しい表情にも見えますが、ロープまであと1メートル。さあ引っ張り込んでいったリングのほぼ中央のあたり、今度はももを取った。これはきつそうだ。これきついですね。危ないですね。あタップだ。タップアウト。先輩の山本意地を見せました。5分34秒山本直美選手の勝ち。さて小手さん、今の一戦、はい、ちょっとですねご評価の方お願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、はい、後藤に関してはですね、まだまだその試合に慣れてしないという部分がありますね、はい、いいところは随所見せましたけど、ドロップキックもね、はい、パーツしますね。こうっていう時に相手が弱ってきた時にこう一発やったら効果があるわけですね。なるほどね、まあ、そういう点でちょっと残念ですね、はい、ちょっと山本はまだまだですね、まだまだそういう先ほど言いました流れも、はい、なるほどね。それぞれテーマがありますが頑張ってほしいところ。この一戦オープニングマッチ山本直文の勝ちです。